はい、どうも、皆さん、こんにちは。アルタです。アルタのダンススクールでやってまいりました。いや、ということで、今回はですね、NCT のテヨンくんが、椎間板ヘルニアを再発してしまったということで、活動を休止するという事態に至ってしまったというところでですね、実際に椎間板ヘルニアってどういうものなのっていうところと、まあ、実は僕も椎間板ヘルニアを経験している人間でございまして、テヨンくんのその症状って、そのダンス的な面で見たときに、今後どういう影響が出てくるのかとか、そういったお話をちょっとね、していこうかなというところでございまして、何がどうっていうそのすごい結末をお話しするというよりかは、経験した人からするその椎間板ヘルニアってどういうものなのかっていう体験談と、それからダンスにどういう影響を及ぼしてしまうのかっていうところをお話しできればなというふうに思いまして、まずその椎間板ヘルニアってどういうものかと言いますと、主に椎間板って、背骨にある背骨と背骨のクッションみたいになってる部分があるんですよ。緩衝材みたいなところがありまして、そちらのものが背骨って大きい神経通ってるんですね。で、そこに当たってしまうっていう現象が起きるんです。で、そこで神経に当たってしまうことで痛っていう、神経に当たった瞬間に痛みを感じるっていうものが、椎間板ヘルニアでございまして、普通は椎間板っていうものは背骨と背骨の間にうまくこうサンドイッチされて収まっているものなんですけれども、そこの椎間板のしかもその中に、髄みたいのがあって、膜から出てしまった椎間板のその髄がグッて神経を圧迫するっていう状態です。で、主にそれってどういう時にその椎間板、背骨から椎間板が出てしまうのかというと、まあ、よく言われてるのはひねったりとかっていう動作、縦上下の動きではなくて横の動きですね。つまりこっちの動きよりもこっちの動きですをすることによって、グッと出てしまう場合があるんですよ。で、これが僕が経験したのはですね、中学生の頃でございまして、僕が野球部にいた頃なんですよ。野球ってもうもろにバットスイングするじゃないですか。で、まあそのスイングでなってしまったのかっていうとそうではなくて、実は守備練習をたくさんしていて、ダイビングキャッチが好きだったんですね。かっこいいじゃないですか、ダイビングキャッチって。で、いろんな生徒さんが見てる前で守備練習するわけですよ。朝練してて、かっこいいとこ見せたいぜ、へへってなってた時に、ストレッチとかをあんまり入念にせずに、バンバン、飛び込んでボールをキャッチするっていうことをしていたら、いつの間にか椎間板ヘルニアになってしまったということで、腰ですね、をやってしまいました。で、これ、なんかやばいなっていうふうに思ったのは、実際に歩いていて、痛みが出る。歩くだけで痛いんですよ。で、テヨン君昔ちょっと腰をさすりながら歩いてたりとか、空港で写真が、撮られていたなんてお話もありますけれども、実際に一歩踏み出した時にちょっと出るこの体のひねりでもう痛いみたいな状態になってきていて、日常生活においてかなり支障が出てしまうっていうものでありますと。で、もしかしたらですけど、コルセットを巻いたりとか、コルセットっていうのは、こういうテーピングってあるじゃないですか。こう手にピュッて巻いたりとかする。あれのもっと大きいバージョンで、ベリベリがついてて、それこそスニーカーでこうマジックテープでビッて止める感じのを腰に一周巻いて、こういう風にペタッペタッてつけるやつですね。ここでペタッてつけてあげるやつなんですけど、そういうものを腰に巻いて、腰をですね、固めるっていう方法をとって、無理のない、例えばそのツイストだったりとか、このこっちの上下運動も非常に厳しいものになってしまうんですけれども、なるべく日常生活において腰を使わないように固定させるコルセットっていうものを使用しながら、僕は野球したりとかしてました。ただもう本当にプレーができなくなるぐらい痛かったりとか、その痛みが走らないように控えめにパフォーマンスをするっていう風になってくるんですね。で、椎間板ヘルニアになってる人たちの全員の意見を聞いたわけではないのであれなんですけれども、もともと僕腰がちょっと硬いんですよ。後ろにこうやってのけぞったりするっていうのがあんまり柔らかくできない人間で、股関節は柔らかいんですけども腰はちょっと硬め、背中の骨はちょっと硬めっていうところがあって、そこら辺があったからこそ無理なその柔軟体操とかしっかりとストレッチをしないままパフォーマンスをすることによって変に僕の場合はですけどもね、椎間板がグッと押し出されてしまったと。体が硬い状態にもかかわらず無理に遠くまで体を伸ばしたりとかするっていう、ツイストしたりとかするっていうことをやりまくってたんですよ。それが原因だったんですけど、でテヨン君の場合は実はその練習生の頃から、椎間板ヘルニアを患っていたというところで、もうおそらく癖になっちゃってます。椎間板が出てしまいやすいっていう状態になっている
ところだと思っていて、で、なるほどなというふうに一個思ったポイントは、ダンス踊ってるとき、テヨン君もおそらくですけど、体がめちゃくちゃ柔らかいタイプの人ではないと思います。で、手足が長くて顔が小さくて足長いじゃないですか。で、腰が細いっていうところもちょっとあるのかなっていうふうに思っていて、めちゃくちゃ綺麗な骨格をしているんだけれども、いざそのパフォーマンスをするときに、ちょっと負担が腰にかかりやすい、手足の長さ、顔の小ささなのかなっていうところはちょっと思いました。で、体があんまり柔らかくない、おそらく。だからこそ出てくる、ちょっとこういう猫背なかっこよさ。テヨン君のダンススタイルってちょっとこうなってて踊ってるんですよね。で、上半身が割とこうカチッと固まった状態で乗ってくっていう感じ。よっていう風にこういう柔らかさよりは、こう固めていく感じわかりますかね。メイクアウィッシュの時も、てーちゃかちゃっていうところ、結構ここバチッと固めて踊ってたんですよね。で、それが、体の硬さから来る、固めなのか、それとも腰をもうすでにカバーしながら踊るっていう癖がついていて出てきてるものなのかっていうところの二通りが考えられていて、おそらくどっちのパターンもあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。知らず知らずのうちに腰を守るような踊り方をしているからこそ、あの独特のフィーリングが出てるのかなっていうところ、逆にめちゃめちゃかっこいいんですけど、そこをうまくこう転換させて自分のダンススタイルに持ってってるっていうところもすごいんですけど、ただいろいろなパフォーマンスを見ていて、今回のメイクアウィッシュもそうなんですけど、かなり腰を酷使するダンスが多いと思うんですよ。 NCT ってとりわけゴリゴリに踊っていくっていうところもあって、キックイットの時もそうでしたし、まあ、パンチの時もそうだったんですけど、昨今のこのミュージックビデオのダンス、ミュージックビデオ音楽のダンス見ていてもかなり腰に負担がかかってると。で、ここまで見ていった時に僕逆にめちゃくちゃすごいなって思ったんですよ。椎間板ヘルニアっていうものを持っていながら、結構爆弾抱えて踊ってるようなもんなんですけども、をしながら持っていながらあそこまでのパフォーマンスができるっていうのが逆にすごいです。経験者からすると、それを知った上で過去のパフォーマンス見ていただくと分かるんですけど、もう見てられないぐらい腰ぐんぐんに使ってったりとか、のけぞってのけぞって起きたりとかしているのを見て、本当にだから、最大限のパフォーマンスをしようとしてるんだなっていうところが見て取れて、ちょっと涙ぐましいというか、あ、なんか本当に頑張って踊ってたんだなっていうところを感じてしまうところもあって、ぐっとねこらえるものがあるんですけれども、っていうところもあって、で今回活動を休止しなければならないっていうところまで来てるっていうことは、おそらく状態としてはかなり良くないところまで来てしまってるんだろうなというところを感じてます。メイクアウィッシュのパフォーマンスだったりとか、リスナースのパフォーマンス見ていてもだいぶブンブンになってて、で足を高く上げたりとかっていうのもすごく本当に腰に負担がかかるもので、踊り方見ててそんなにやらなくてもいいんじゃないっていうぐらい本当に全力で取り組まれているっていう、だからこそかっこいいし感動をいつも僕らに与えてくれるっていうところがあったんですけど、ちょっとお休みの期間が僕の中では長くなるんじゃないかなっていう気がしていて、リハビリテーションとかっていうものではなくて、その椎間板が出てるもの、今度対処の話になるんですけど、出てるものを切り取るっていう方法だったりとか、僕の場合どうやって直したかっていうと、無理やり押し込んでもらったんですよ、手で。で、どういうことってなると思うんですけど、なんかすごいゴッドハンドを持ったおじいさんの整体師の人がいて、その人にヘルニアなんですって言って、それまでいろんな病院回ってカイロプラクティスとかバッチンバッチンとかやりながら椎間板を中に戻す作業をしてて、手術したくなかったんですよ。で、手術するってなるともう背中腰ガッて開いて椎間板こう切り取るみたいなことになるっていう話も聞いたことがあって、詳しくごめんなさいちょっとわかんないからなんですけど、そういう結構大ごとなことになると。で、その手術をしないために僕はどうしたかというと、指でこうやってグイッて押して椎間板を奥に入れてもらった。めちゃくちゃ痛かったですけど、それで治りました。ただ、まあ、手術するにせよ、まあ、その整体で無理やりね戻すにせよ、どちらにしても腰にちょっと後遺症じゃないですけれども、癖みたいなものが残ってしまって、僕もそうなんですけど、長時間たくさんダンスし続けると腰ちょっと痛くなるんですよ。その日の夜お風呂入ってる時にちょっと腰痛いなっていう風になったりとかで、寝たら治るみたいな感じなんですけど、ちょっと炎症が起きやすいというか、腰に負担をかけてしまうと腰痛につながってしまうっていうところもあるので、今後のスケジュール感といいますか、その踊っていく中でのテヨン君の踊り方っていうのがもしかしたらちょっと変わってくるかもしれないですね。あとは今ほどのその活動、スーパーアイムもやって NCT もいろんなチームにこう所属してっていう中で、
本当に目まぐるしく活動されている中でのそのスケジュール感っていうのももしかしたら少し見直しに入るのかなっていうところもあるんですけど、まあ一方で他のメンバーの方たちにもっともっと頼ってもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思うところもありますので、まあテヨン君のねその抱えているお仕事の量っていうのはそこはかとないと思いますけれども、ちょっとそこら辺の見直しもねできたらもうちょっと腰に優しい、スケジュール感でやっていけたらいいんじゃないかなっていうところは個人的に思いましたけどね。まあテヨン君の強い意志があってやってらっしゃるお仕事だと思うので、そこら辺はまあ事務所さんとの、コミュニケーションになるとは思うんですけれども、ただまあ現状として今後テヨン君の活動のあり方ですね、長くぜひ活動してもらいたいなっていうところがありますので、今のお仕事に専念するっていうことはもちろんそうなんですけど、中長期的に見た時に長くパフォーマンスができてファンの方たちにその元気な姿を常に見ていただけるような状態っていうところを作るのは、作り上げていく、作り続けるっていうのはこれからのミッションとして非常に大切なことなんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ頑張りすぎずに今休める時だと思うので、しっかりね休んでいただくのがいいんじゃないかなっていうところと、焦らずにそしてゆっくりと待ちたいなっていうところはありますね。というところでございますので、まあちょっとまとまりのないお話になってしまいましたけども、現状としてそういうものがあるっていうところと、なんでその椎間板ヘルニアっていうものが起きてしまうのかっていうところのお話、まあ実際にどういう痛みがあるのか、結構痛いです、あれは本当にね、立てなくなっちゃうぐらい痛いですし、すごく大きい神経が通ってるので、それだけ痛みも大きいんですよね。っていうところもあって、今結構大変な時なんじゃないかなというふうに思いますけれども、しっかりと良くなるものです。後遺症がというか、その腰に負担がっていういろいろあると思うんですけど、ダンススタイルももっともっと自分の体に合った負担のかからないかっこいい見せ方っていうところに転換できるものもありますし、あとは休むっていうことをしっかりとその腰をね原因にメンテナンスができると言いますか、より自分の体に気を使った生活ができるようになるとも思うので、マイナス面だけではない、これをきっかけにしっかりとプラスの方向に転じていって、今よりももっともっといいテヨン君のコンディションっていうものが作れるようになるんじゃないかなっていうふうに僕はマイナスではなくプラスに捉えているところもあるので、そういったところの、新しいテヨン君も期待していただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますのでね、よろしくお願いしますというところでございまして、はい、僕からは以上でございますのでね、皆さんのお気持ちとか何かありましたら下の方からよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ、次。